アンソニー・レイド、アンソニー・レイド、アンソニー・リード、1959年5月17日体は、イギリス生まれのレーシングドライバー。イギリス、スコットランドのグラスゴーで生まれる。1979年に、イギリスにおける初級フォーミュラである、フォーミュラ・フォードを皮切りにキャリアをスタートし、好成績を残す。その後、1983年のイギリス選手権に、 名門のマジウィックから参戦し、アイルトン・セナやマーティン・ブランドルらと上位を争うなど頭角を表し、1985年まで同シリーズに参戦するが、その後は一旦、ステップダウン四角下のフォーミュラボックスホールロータスをドライブする。その後は、1990年のルマン24時間レースで、日本のアルファチームのポルシェ962をドライブし3位に入賞するほか、 スポーツカー世界選手権や全日本、スポーツプロトタイプカー耐久戦権 JSPC にも参戦した。また、翌1991年にも、コンラッドモータースポーツのポルシェ 962C で、ルマン24時間レースに参戦するなど活躍したものの、フォーミュラカーをはじめとする各選手権のレギュラーシートを得ることはできなかった。そのため、 1990年から1991年にかけては、イギリスのドニントンパークサーキットで行われる、ジムラッセルレーシングスクールの講師も片手まで行った。なお、1991年8月に行われたスクールの生徒には、イギリス国内や日本、ブラジルなどからのアマチュアのドライバーに混ざり、後に、マクラーレンから、第一ドライバーとしてデビューするん、マグヌスセンがいた。 その後、ルマン24時間レースや全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権における活躍を記憶していた日本のモータースポーツ関係者からの招きで、1991年のシーズン途中に来日し、当時のバブル景気を受け40代近い参加台数を誇っていた全日本海産選手権で、透明スポーツのラルト RT35 無限をドライブすることになった。 シーズン途中からの参戦にもかかわらず、いきなり優勝を含む上位争いに食い込むなど、頭角を表し注目を浴びた。翌1992年には、同チームで勢いを保ったまま、ジャックビル・ヌーブや高木・トラノスケラ、その5回1などのトップフォーミュラで活躍したドライバーを、抑え、数回の優勝を含む上位入賞を記録し、シーズン全般にわたり、 ポイントリーダーの位置を保ったまま全日本解散選手権のシリーズチャンピオンを獲得した。また同年には全日本ツーリングカー選手権 JTC にもチーム対戦の BMWM3 で参戦した。なお、高い開発能力と堅実なドライビングスタイルが高く評価され、1992年のシーズンオフには上段階一チームのテストドライブを行ったが、 持ち込みスポンサーがないこともあり、レギュラーシートを得ることはできなかった。翌1993年は F3 からステップアップし、日本のトップフォーミュラである全日本海3000選,選手権と全日本海3選手権、全日本ツーリングカー選手権など、複数の国内トップカテゴリーで戦うことになった。好成績が期待され複数のカテゴリーでシリーズチャンピオンを争ったが、 マシンの戦闘力が劣ることからいずれのカテゴリーでもシリーズチャンピオンを獲得することはできなった。その後も全日本ツーリングカー選手権への参戦を続け、1994年にはボックスホール、その後オペルに変更のン・ワークスチームで活躍し4勝を挙げ、1995年には3勝を挙げるなどシリーズチャンピオンを争ったものの、 同年の全日本ツーリングカー選手権、仙台ではピットロード内で指示違反をした上、コース役員を跳ね、即刻失格と80万円の罰金を課せられるなど、荒さも目立ってしまう。しかし、確実に上位に食い込む、巧みなドライビングが高く評価されたこともあり、トップクラスのチームからの誘いは多く、 以降1998年までの間に、全日本ツーリングカー選手権や全日本 GT 選手権、JGTG などの全日本選手権格式のレースや、インターテックなどの国際格式のレースにおいて、数回の優勝を勝ち取り、シリーズチャンピオンを争ったが争いにも加わるなど、安定した、好成績を収めている。なお1996年には、 ルマン24時間レースにリスターストームで参戦している。日本での好実績が高く評価され、1996年よりイギリスツーリングカー選手権 BTCC において日産チームのワークスドライバーに抜擢され、プリメーラーをドライブした。同年にはドイツツーリングカー選手権にも参戦している。翌1998年までの3年間に数回の優勝を含む、 好成績を上げ、1998年はドライバーズランキング2位を獲得した。1999年にはフォードのワークスチームに引き抜かれて移籍し、フォードモンデをドライブした。2000年には再びドライバーズランキング2位を獲得した。2001年から2004年にかけてはトップチームの一つであるベストサリーレーシングで MGZS をドライブ。 マスターズで優勝する者の,の戦闘力不足からチャンピオン争いには絡めなった。しかし、果敢なドライビングで確実にポイントを重ねた結果、独立系チームに与えられるインディペンデントのドライバー部門のチャンピオンを2004年に獲得した。しかし、同チームが資金難のため2005年をもって撤退してしまう。不運に見舞われた。 2005年以降もルマン24時間レースにフェラーリ360モデナで参戦するなど耐久レースを中心とした多くのレースに参戦を行った。2007年にはアルゼンチンツーリングカー選手権に参戦したほかグッドウッドフェスティバルオブスピードではかねてから関係の深い日産 GT-R のエキシビジョン走行を行った。2009年の後半には 過去15回の優勝経験を買われ再び、ウェストサリーレーシングの、から、イギリスツーリングカー選手権に、またき参戦し、BMW324 をドライブし、後半参戦を戦うことになった。50歳を超え一旦は、第一戦から撤退するかに見えたが、2010年は、南アメリカツーリングカー選手権に、ホンダのワークスチームである、ペトロブラスホンダよりシリーズ参戦した。 2011年からはイギリス GT 選手権にシェブロン GT3 で参戦し、2012年にも引き続き同チームより参戦したほか、2014年には日本のスーパー GT のドライバー候補に名前が上がるなど、現在も第一線で活躍している。BBC の放映する自動車、番組トップギアのザスティグンの一人ではないかと取り沙汰されたことがあり、実際に 同番組内のレースなどに実名でたびたび登場している。また、グッドウッドフェスティバルオブスピードへ毎年参加するなど、イギリスのレジェンドドライバーの一人として様々なジャンルで活躍している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。